食べるノート第9話。先を見通せるはずだったのに何か詰まっていて私は涙が出る。熊の本を買う。近所の美術館で絵本作家和歌山健さんの展覧会をやっていたのだ。子熊ちゃんと白熊ちゃんという誰もが一度は目にしたであろう絵本の作家さんだ。もちろん孫のためであることは言うまでもない。それにしても洋の東西を問わず絵本や童話の類に熊キャラのなんと多いことか。熊のプーやらパディントン、テディベアもその流れか。世界中の子供たちに愛されている動物ナンバーワンかもしれない。未だに熊そのものと遭遇したことはないが、その瞬間間違っても可愛いなどとは思えないだろうし、自分の演技力では死んだふりで騙せる自信もない。熊本に行く。特に熊が生息しているところではない。和歌山県さんが岐阜県のご出身であるのと同じように、その代わりに熊門がいる。至るところにいる。生みの親である小山薫堂さんらの思いが反映しているのか、著作権などの敷居が低く、使用料を取らずに県内至るところにいる。大相撲の正代の化粧回しなども笑えて楽しい。しかし今は熊門に見とれている場合ではない。今日は日帰り。撮影が終わったら東京に帰らねばならない。熊本飯、何を食おうか。なんだか某番組の趣を呈してきたが、まず思い浮かんだのが熊ならぬ馬、馬刺しだ。しかし先日大河ドラマの撮影で乗った馬のつぶらな瞳を思い出した。おとなしい優しい馬だった。今回は馬刺しは外そう。では熊本ラーメンはどうだ。他の九州ラーメンに先駆けて東京に進出した慶華のターロー麺は懐かしいが、それなら新宿で食える。からしレンコン。レンコンの穴にからし味噌を詰めてみるという発想をした人にまず拍手。おまけにそれに衣をつけて揚げるという展開を考えた人に喝采を送りたい。この揚げたてをかつて当地の居酒屋で食べた。お土産物では形のいい大ぶりなレンコンが好まれるのだろうが、揚げたてだと小ぶりな二口サイズが絶品だった。ハフハフ言いながら口に含むと鼻にからしがツーンと抜けていく。シャキシャキとした歯ごたえとともに刺激の余韻を楽しむ。よだれを垂らしていたら迎えの車が来た。何しに熊本に来たのかようやく思い出した。ということで第9話、からしれんこんの話でしたが、さてここはどこでしょう。この川はなんと球磨川でございます。この本の内容と同じく日帰りの熊本ロケ。さあ何を食べようかということでですね、ただここ人よしでしてですね、からしれんこんがそんなに簡単に手に入らない、なんとからしれんこんチップスというのがあります。それでご勘弁いただきたいなと。いただきます。見た目は完全にからしれんこん感はまあゼロですね。いわゆるポテトチップス系のからし味。さあどこにれんこんがいるかというと、なかなか難しいぞ。代わりにこれは熊焼酎、私酒は飲みませんので、熊焼酎のとっくりの形をしたもなかが有名だそうです。いただきます。焼酎感はないんですが、お腹の皮が口の中の水分を全部奪っていきます。今ここに飲み物がないのが非常に残念です。できればこの球磨川の水を飲みたいぐらい。でも焼酎もなか美味しい。ほのかに焼酎の香りがするのかな。天気はまあまあですけれども、いいとこですね。以上
熊本人吉からお届けいたしました。